市原市の中学校の分布市原市の中学校一覧では日本の千葉県市原市に所在する中学校を列挙し開設する市原市には2017年時点で22の公立中学校がありこのうち1校で小中一貫教育を実施している市原市北部に所在し学区は八万五所石塚の3小学校としている1981年 ヤワタ中学校から分離して設立。1981年時点では、市原市内15番目の中学校だった。2011年に創立30周年を迎えている。校舎の他に、プール、屋内運動場、テニスコート、ヤワ剣道場、コンピュータ室などの学習施設を併設している。急激な人口増加が見られ、1976年に千葉市に隣接する。 現所在地へ移転した。歴史的にも古い中学校である。本校は1989年に町開きをしたちは、ラダイニュータウン地区内に一定数の生徒が揃ってきたため、1992年に市原市立菊間中学校から分離、開校した市原市で21校目の中学校である。開校時の生徒数は245名。 最盛期の生徒数は2011年4月の837名である。なお、生徒数増加に伴い、翌年の2012年に、本校より、市原市立原第二市中学校が分離、開校している。2020年4月現在は、全校で725名と市原市の中学校の中では、市原市立五一中学校に続いて2番目に、生徒数が多い学校となっている。 本校は平成8年に市指定姉妹都市交流推進校、平成11年に県指定姉妹州交流推進校として指定を受けている。部活動の実績としては陸上競技部が2012年に女子400メートルリレー全国1位、2018年には同じく女子400メートルリレーで全国3位に輝くなどの成績を収めており、 陸上の全国大会出場場連行となっている。他にも多数の部活動で、市大会優勝、準優勝などの成績を収めており、市内でも部活動が盛んな学校として知られている。市原市最北部の丘陵地帯に所在し、市原台地区の西側全域を学区としている。市原市内に所在している中学校で最も新しい2012年4月の開設校である。 開校当時の在校生徒数は161名だった。学校教育目標として自立、共同、貢献を掲げている。2017年度第43回千葉県中学校バスケットボール選手権大会で同校バスケットボール部が優勝した。1907年11月17日、市原神城小学校として開校された。 市原市立市原小学校内に併設する形で、1947年に市原村立市原中学校として創立。2017年度で創立69年を迎えている。当初は1948年に完成した旧校舎が氷元1452番地にあり、1976年に現所在地に移転した。 1983年の国分寺大中学校、開設時には校区を分離し、生徒数550名、14学級になった。併設施設として、プール、部室、体育倉庫、野球バックネット、武道場、八和剣道場などを持つほか、図書室と職員室には空調設備が設置されている。部活動の実績としては、2007年第60回。 全日本合唱コンクール全国大会森岡大会で同賞翌2008年の第61回同全国大会高松大会で銀賞の成績を収めている。校訓は兼任不罰。2017年度学校経営方針によれば小中一貫教育のカリキュラム研修を進める予定が掲げられている。校歌の作詞は川地流校。 1978年4月1日、市原市立五位中学校より分離独立し開校した。当初は五位中学校内の一部を仮校舎としていた。市原市立若葉小学校及び市原市立八金小学校の校区を学区としている。開校年の8月に独立校舎第一期工事が完成。開校翌年の1979年より順次、学校施設を拡張し、 体育館、プール、サッカーネット、ヤワケ道場などを併設している。2017年5月1日現在の在校生は、男子176名、女子160名で、計336名、313世帯となっている。2017年7月中旬に5日間行われた2017年度、千葉県中学校総合体育大会サッカー部門、市原支部予選では、 同校サッカー部が優勝した。1987年4月創立。2017年10月29日に開校30周年式典を行った。学校施設としてプール、コンピュータ室を併設している。校訓は本気、一員先進、頂点へ。学区内に市原市役所、市原市民会館がある。 2017年5月1日現在の生徒総数は379名、教職員数は36名。高地面積3万12平方メートルで、体育館、野外運動場、25メートルプール、八和ケ道場を併設している。クラブ活動の実績として、同校女子テニス部は2017年4月の、非援配送脱中学校対抗ソフトテニス大会で優勝。 同サッカー部は、市原市民体育大会中学生サッカーの部で優勝しており、サッカー部は、福島県郡山市で行われた、鏡市ジュニアユースサッカーフェスティバルにおいても優勝を経験し、この時、同サッカー部から最優秀選手が4名選出されている。1988年、市原市立国分寺大中学校より2年、3年の各4学級が分離して開校した。 カ佐国分寺跡の大地に所在し、国分寺遺跡に隣接する校区を持ち、校区は国分寺大西小学校区と国分寺大東小学校区の一部となっている。プール、防球ネット、パソコン室、武道館などの施設を併設している。2016年度市原市民体育大会において団体戦で同工女子バスケットボール部が優勝、男子剣道部が準優勝、個人戦では、 女子バドミントンで優勝した選手が最優秀選手に選出された。この他、新人体育大会においても優勝を含む3位までの数は合計で12を数えている。また、同校所属吹奏楽部は、東関東マーチングコンテストにおいて3年連続で金賞を獲得している。校訓は、自主、挑戦、思いやり、校歌は、芥川康氏作曲。体育館、 大陸倉庫、25メートルプール、バックネット、コンピュータ室などの施設を併設している。1947年5月10日、東海小学校の一部を併用して開校した。同年12月、当初は25里に独立校舎を完成、移転、1954年に五位町立東海中学校と改称する。1962年5月10日に、現所在地に、 校舎完成し再移転。翌1963年市原市政施行に合わせ、現校名に改称1947年開校。市原市立姉崎小学校及び市原市立明神小学校学区を学区として定めている。校歌の作詞は川地流行。京葉工業地域造成に伴い、全国からの転入者家族が増加し、 隣接する市原市立姉崎中学校の生徒数が増加したため、1978年に優秀大団地を主な学区とする市原市立優秀中学校を分離開校させたものの、姉崎中学校の生徒数が1500名を慢性的に超えていたことから、さらに当時人口増加が顕著だった青葉大地区を学区とした同校が姉崎中学校から分離開校された。 教育目標は大きな夢と高い理想を持って自分の長所を伸ばす生徒の育成。生徒数は2020年4月現在1年生59名、2年生57名、3年生54名の170名となっており、開校して間もない1984年の689名から約4分の1程度まで減少している。部活動の実績としては女子バスケットボール部が 平成30年度市原市中、学校総合体育大会で優勝、開校から35年目にして、同校女子バスケ部としては、初の県大会へ出場している。また、女子バレーボール部が、令和元年度市原市新人体育大会優勝、女子卓球部が、令和元年度市原市総合体育、大会総合ダブルス優勝となっている。さらに遡ると、2007年に水泳。 柔道で全国大会へ出場している。また、2019年11月20日には、南房総教育事務所学力向上交流会が、本校会場として行われた。学区は、優秀東小学区、優秀西小学区、優秀南小学区からなっている。2017年6月現在の生徒総数は320名、職員数は34名。 千葉市と茂原市のほぼ中間に位置しており、市原市東部の室地区に所在し、かつて農村として存在していた市原市合併前の旧室津村を学区としている。広区地域の由緒は明治時代にまで遡る。校歌の作詞は小木原博史。同行女子バレー部は市原市バレー大会などにおいて1951年、翌1952年。 1971年の3回で優勝。平成に入ってからは、男子バレー部も1990年、2009年に市原市新人戦を優勝している。その他、優勝経験部活動は1987年に市原市総体で卓球女子が優勝している。1947年5月10日、市東村立志東中学校として開設。 1954年市、津村立市東中学校と改称、1963年現校名に改称。市原市内で最も生徒数が少ない。高価の作詞は、川路流校。併設施設に、プール、体育館、八わ県道場、コンピュータ室、防球ネットなどを持つ。2004年には、交通安全教育モデル校として、 千葉県警察から感謝状を受けた。校歌の作曲は山口康二。東日本大震災の被災地と連携した活動をしている。1962年4月1日、市西、養老、会場の3中学校を統合、三和中学校として開校。開校当時の生徒総数は20クラス777名だった。 2015年現在の生徒総数は8クラス188名となっている。体育館、給食室、プール、球技場、温室、テニスコートなどを併設している。部活動の実績として、吹奏楽部は1971年に、千葉県中学校吹奏楽コンクールで3年連続優勝を、体操部は同年に、 市原市中学校総合体育大会で10年連続優勝を達成している。校訓は、友情、自主、敬愛。1983年4月、市原市立さんは中学校より、甲府大小学校区、市原市立南総中学校より、戸田小学校区が分離し、これらを学区として創立。重剣道場、日本庭園、防球ネット、バスケットコート、 コンピュータ教室、バックネットなどを併設している。1971年牛久、戸田、鶴舞、平蔵の4校を統合し設立。2017年5月1日現在の生徒総数は301名。校歌の作曲は、千葉大学名誉教授の寺内明。2013年4月に高滝、里見、富山、白鳥の4小学校を統合し、 市原市立鴨小学校を創立した上で、既存の市原市立鴨中学校と合併し、現学園として開設された市原市発の小中一貫教育校である。校歌の作曲は中田義直、平成29年4月1日現在の生徒総数は193名。千葉県教育委員会の学校保健研究指定を2017年、2018年の2年連続で、 指定されている。ありがとうございます。